皆さんこんにちは。アイルベーダセラピストヨガインストラクターのゆかです。今回はアイルベーダが何かについてお話ししていこうと思います。今までの動画の中でもアイルベーダに関する事柄をいっぱい載せてきてはいたんですけれども、アイルベーダ自体が何かについてをあまり載せていなかったなということに今更ながら気づきましたので、今回はアイルベーダ自体が何かについて紹介していきます。でその前にですね、最近私自身が感じているアイルベーダについてのことをお話しようと思うんですけれども、私がアイルベーダを初めて知ったのが2012年でした。でそこからまあ約10年がもう経ってしまったんですけれども、少しずつ学ん で少しずつ日常に生かし、そしてお仕事にも生かしている状態ですが、アイルベーダを勉強していくことで、自分自身の取扱説明書を手に入れているような感覚がすごくあります。私アイルベーダを知る前までは自分自身の体質のことだったりとか、あとは自分がどういう時に体調が悪くなるとか、どういう時に機嫌が悪くなるとか気持ちが揺らぐとかっていうのを全然考えたことなかったんですけれども、アイルベーダを勉強するようになると自分自身のことがどんどん分かってきて、あ、こういう時に体調崩しやすくなるんだなとか、こういう時に心の状態がいつもモヤモヤしてるなとかっていうのが分かるようになってきたんですね。でそういうことが分かってくると、生活している中でいつもこういう時に体調悪くなるからならないように、普段からこういう風に生活を変えていこうとか、こういう食べ物は食べないようにしようとかっていうのがだんだん分かってきて、でどん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 そうすると心も体の状態もこういう波がなくなってきて、落ち着いて生活ができるようになってきて、で生活に余裕ができるようになりました。なんか今までよくわかんないけど気持ちが振り回されちゃったりとか、なんだかよくわかんないけどちょっと不調がある、っていうのが続いてたんですけれども、そういったものがなくなったので、すごく気持ちに余裕ができるようになって、でそうするとなんかこう人生自体がうまくこう回っていくような感覚が今ではあります。それはもうまさに自分の取り扱い方を知って、でどうやってやっていったらよりよく人生を生きていけるかみたいのが、まあほんのちょっとずつですけれども分かるようになってきたからなのかなというふうに思っています。ですのでアイルベーダにご興味がある方は、自分の取扱説明書をぜひ手に入れるためにでもですね、ぜひアイルベーダを今後どんどん知っていってほしいなというふうに思っております。まあ、そういう思いがあるので YouTube を撮っている次第なんですが、今日はその中でもそもそもアイルベーダが何かについてをお話ししていきます。アイルベーダという言葉自体はアーユスとベーダという2つの言葉がくっついた造語になります。まあ、サンスクリット語なんですけれども、アーユスは生命のとか生きるといった意味で、ベーダというのは学び、学問とか科学といった意味があります。なので日本語訳されると、よくアイルベーダは生命の科学とか生きるための知恵といった風に訳されることが多いです。なんか生命の科学とかっていうとすごく壮大なものを扱ってるようなイメージになってしまうかもしれないんですけれども、アイルベーダが扱っているものっていうのは、そもそも生きてから死ぬまでどのようにして生きていけば幸福に生きていけるか、楽しく幸せに生きていけるかを教えてくれているような学問なんですね。なのですごく私たちのような普通の人でも日常に生かせる知恵がいっぱい詰まっていますし、それだけではなく、もっと深い部分になっていくと、お医者様が治療をして人の、乱れてしまった体だったり心の状態を治してくれるような、知恵っていうのも詰まっている学問なんです。でまあ、ここ最近私自身もアイルベーダが日本でどんどん浸透してきているなというふうに感じているんですけれども、その中ででもまだまだアイルベーダっておでこにオイルを垂らすあれでしょうとか、オイルマッサージでしょうとか言われることが、まあ、まだまだ多いんですけれども、まあ、それは実際はアイルベーダの、壮大なこう知識の中の一部分に過ぎなくて、実際はもっと哲学的な部分があったりとか、まあ、治療のような部分、ハーブをこう煎じて何々してみたいな部分があったりとか、まあ、普通に日常の中で活かせる知恵があったりですとか、かなり幅広いものを扱っているのがアイルベーダです。なぜなら、生まれてから死ぬまでどうして生きて、どうやって生きていけば幸せにこう幸福に生きていけるかを教えてくれるものなので、まあ、それだけ取り扱うものが幅広いということになります。
で、アイルベーダ自体はインドに約5000年ほど前からこう伝わってきているものというふうにされています。世界最古の伝承医学なんていうふうに言われてたりもしますね。で、先ほど言ったようにインドなんかだとアイルベーダのお医者さんがいらっしゃって患者さんを治療したり、問診して治療したりすることもあったりします。なので、現地の方ではインドの方ではアイルベーダの大学があって、その大学を出て、合格した人がそういうアイルベーダ医師として活躍することができるようになっています。インドの方だと国から、医療として認められていますので、さまざまな治療が行われています。で、そのお医者さんがやる部分もありますし、私たちのような普通に生活している人が日常の中に取り入れられる知恵がたくさんあるのがアイルベーダの面白いところなんですけれども、その日常に取り入れられる知恵っていうのを私はこの動画の中で今までもいろいろシェアしてきたと思います。例えば食事の仕方だったりとか、あとはスパイスを使った、レメディーだったり処方だったりとか、オイルマッサージのこともすごい昔の動画に上げていると思いますし、さまざまな方法を使って、自分の体と心を整えていくっていうような形になります。で、その心と体を整えていくにあたって、必ずアイルベーダでは自分自身に合ったものを取り入れるのが大切というふうに考えています。 A さんがいて、 B さんがいて、 C さんがいたら、 A さんから C さんまで全員が同じ食事をとっていれば健康になれるというわけではなくて、A さんはこういったものが向いてますよね、でも C さんはこの食べ物向いてないですとかって言ったことがあるんですね。なので、まずはアイルベーダでは自分自身をしっかりと知ってあげて、でその自分に合った、生活習慣を身につける、食事をとるっていうことをしていくと、不調のない体と心を手に入れることが、できるというわけなんです。で、その自分自身を知るためにアイルベーダでは体質診断っていうのをしてみたりですとか、動作チェックっていう、動作チェックとも呼ばれますけれども、そういったものを使ってですね、自分の、体の状態や心の状態を知っていくんですね。で、体質っていうのは聞いたことある人もいるかもしれませんが、バータ、ピッタ、カパっていうものがあったりもします。それぞれバータの人は、ちょっと乾燥しやすいよねとか、冷えやすいよねとか、ピッタの人は熱くなりやすいよね、炎症しやすいよねとか、それぞれ特徴があるんです。で、この特徴については、自分がどの体質に当てはまるかの特徴についてはですね、また他の動画で今後上げていこうと思います。バータさんはこういう性質です、カパ体質の人こういう、性質がありますっていうのをご紹介しようと思いますので、続きを見たい方はぜひチャンネルを登録をしておいていただけると通知がいくと思いますので、してみてください。今回の動画では、長くなってしまうので一応ここで終了ということで、アイルベーダがどういったものかという全体像がなんとなく分かっていただけたのではないかと思います。はい、では、また動画を更新していきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。